小林栄座は日本の実業家。現在伊藤忠商事特別理事。1949年1月7日、父、文雄、母、千秋の三男として、福井県三方上中郡若佐町で生まれた。福井県知事を5期20年務めた中川平太雄はおじにあたる。気丈な母から、あたふたしない、懐を、深くという心のあり方を受け継いだ。高校は、 福井県立和傘高等学校を卒業。当時の同校は全国でも稀な縦割りホームルーム制を採用しており、学年や学科の枠を超えたクラスメイトとの活発な交流によってコミュニケーション能力が鍛えられた。人と会って話すのが趣味であり、人をポジティブに捉える人間観や多様な個性を束ねて目標に突き進むリーダーシップの基礎は、 高校時代に培われた。大学は大阪大学基礎工学部物性物理工学科を卒業。高校大学時代、人当たりが良く来るもの拒まずであったので家や下宿には毎日のように友人、知人が集い、議論が交わされた。そして人間関係を何より大切にする人間力学を学んだ。1972年、理系出身ながら、 物より人に興味があり、勝者を選んで伊藤中商事入社。電子機器部電子機器第2課を振り出しに、エレクトロニクス、情報産業、IT、インターネット事業創成期に活躍。1976年から1980年まで香港支店勤務の後、1982年には伊藤中エレクトロニクスに出向。 1986年から1994年までロサンゼルスに駐在。帰国後は情報産業メカトロシス,ステム部でコンピュータ情報機器の販売に従事1999年から2002年にかけて情報部門長を務めた。明確な指示、強力なリーダーシップで部門内をまとめインターネットの普及に伴い世の中で e ビジネスへの関心が高まるや、全社横断的組織、ネットの森の番人として各カンパニーにおけるネットビジネスのスピーディーな立ち上げを支援する人頭指揮に自ら当たった。1999年、子会社伊藤中テクノサイエンスの上場で中心的な役割を果たした。折しも不良資産の一括商却などで約4000億円の特別損失を計上し、 伊藤忠商事が財政面でどん底だった時期に CTC は2000年3月期だけでも連結で1606億円の株式売却益をグループにもたらした。2000年執行役員、2002年常務執行役員に就任。2002年には経営企画、財務、経理、審査担当役員補佐、チーフインフォメーションオフィサー SI ーリテール室長ネットの森番人。 2003年には経営企画、事業、総務、法務担当役員、チーフインフォメーションオフィサーとして、全社の経営企画に携わってきた。同年6月、常務取締役。2004年4月から、専務取締役を務め、同年6月、取締役社長に就任。2010年4月、会長に就任。ありがとうございます。